さて、秋葉原のランチパック専門店で買ってきたのが、じゃん、鹿児島県産黒豚メンチカツ。いいですね。あの甘系のホイップ系のを紹介してきましたが、今回はもろにこのおかず系というかメンチカツですよね。でやっぱちょっと膨らみが他のやつに比べてかなり厚い。これはかなり期待できるんじゃないですかね。おお、これ何、豚あ、そうか、ちゃんとここも変わってるんだ、あのキャラクターが。すごいな。ちょっとじゃあ行ってみますか。おお、ボリュームあるな。というか明らかに重いんだよね、普通のランチパックより。おお、すげえすげえすげえ、ちゃんとメンチカツですよこれ。でまあ黒豚を使ってるってことですよね。じゃあちょっと行ってみます。俺はもう本当に普通に昼飯とかに食える感じですね。こうこの辺ちょっとマヨネーズがあって、あのアクセントが、うめえなこれ。もっとこってりなのを食いたい方はマヨネーズとかソースを自分で足すと相当美味しくなるんじゃないですかね。鹿児島産限定ですね、鹿児島県産黒豚メンチカツ。